武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は岐阜大学の2016年の入試について話していきたいと思います。傾向の変化については英語が、形式が、ちょっと変わったので、そこからまず話していきたいと思います。前科目それぞれ話していきましょう。まずは英語ですが、大問がですね、全学部2題になりました。で、大問の1つが共通で、残りの大問、長文の読解の方ですねが、学部で、ちょっと分かれる形になっていると。文法で大問の一つは文法、会話問題なんですが、こちらは全学部共通となっています。はい、で問題の構成についてですが、その文法があるっていう時点で結構その国立の中では割と珍しく文法の出題率が高い、入試問題ではあるんですが、こちらは正誤問題も出てくるので、ちょっと対策しないと、安定して高得点取るのは厳しいかなと思います。なのでそういう意味では私立の対策に近いこともちょっとやらなきゃいけないかなという形ですね。で、読解に関してですが、読解はですね、こちらに関してはちょっと長いので、その長さに耐える練習をちょっとしておかなければいけないかなというところですね。で、医学部と獣医ですね、あと応用生物などのこちらの方の長文はやはり長い上にちょっと難易度が他学部の方と比べると高めなので、難しい長文でも読めるようにしておかないと厳しいかなというものですね。とはいえ、その基本的には文章の難易度で言えば国立の中でめちゃめちゃ高い方かというと、そういうわけでもないので、基本的には長文はマーチレベル程度のもの、メインでやっておいて、で、医学部や獣医の場合には医師学系の、テーマの、文章など、ちょっと追加でやっておいた方がいいかなという形に、なりますね。はい。で、英作文等が、この大学は基本的にないので、その分読解に時間を、しっかり費やして対策をしておきましょう。はい。続いて数学、ですが、数学に関しては割と、典型問題、が多い形ですね。ただその理系の方の数三の中ではちょっと計算が割とえぐい問題が出てきたりはしますので、解き方がわからない問題っていうのはそこまで難易度がそこまで難易度が高いものは出なかったりはするんですが、解き方が分かっても正解まで持っていける、回答をちゃんと書き切れるかどうかって言われると、それはまた別の話なので、こちらは計算練習など結構やっとかないと厳しいかなというふうには思います。で、微積結構やっぱり出やすい傾向、特に理系ですね、数三範囲の場合は微積かなり出やすいので、微積の対策は優先的にやっておくこと。で、全体的に標準問題、範囲の、偏りなく全範囲ちゃんとできるようにしておくことを、お意識してやるようにしてください。はい、続いて、国語、ですが、国語に関してはですね、出ているテーマ、に関してそこまで文章が、内容高いというわけではありません。記述練習、ちゃんとやっておけば、十分対応できる問題ではあるかなと思います。なので結局対策としては、センター終わってる前提で考えたら記述練習ですね。技術、しっかりやっておかないと、いけないと。で、一通りの、知識ちゃんと入っていれば、まず間違いなくその知識問題で別途何か追加で対策をしなきゃいけないほど複雑な問題が出るというわけではないので、基礎の完成度ちゃんと上げておくことで、文学誌、出典など、聞かれることも多いので、文学誌の対策なども、しっかりしておくように、しておいてください。はい、続いて、理科、ですが、理科に関してはですね、割とその論述が多い、特に物理ですね、物理が、珍しく論述が多い傾向になっていて、で、生物の論述もかなり多いです。科学に関しては論述よりは計算が割と多い形式になっているかなと思います。なので、どれも結構その時間的な面、特に医学部、医学科は2科目120分だったりはするので、この2科目120分で解く量にしてはかなり量が多いなとは思いますので、テンポよく解いていかないと非常に厳しいかなと。なので時間制限内に終わらせる練習をまずはしっかりやっておく必要があります。問題の難易度そのものが、そこまで難易度が高いわけではないので、徹底的に、時間内に解き終わるように練習すると。で、基礎問題を、ね、反復練習して、基礎標準的な問題だったら絶対に取りこぼさないということに意識を向けるように、しておいてください。はい、そして小論文についてですが、前期で小論文地域科学部出ますが、
こちらの問題に関しては150字の内容説明、と意見論述400字のものと、250字の資料読解内容説明150字意見論述400字という形で結構書く量が多い、試験になってます。なので、短時間で回答をまとめる練習というのが非常に重要になってきます。まあ、内容そのものに関しては小6の対策一通りやっておけば問題ないかなとは思いますので、まあ、ただ試験時間が120分の試験で2種類の、文章があるというのでいろんなテーマちょっと、臨んでおいて回答の指針立ててちゃんと回答しきるっていうことをかなりやっておかないといけないですね。ここに関しては、まあ、ネタ本などしっかり読み込んでおいて、どんなテーマが来ても書けるように心がけておきましょう。はい、以上が岐阜大学の勉強となります。